霊夢だぜ。マリサだよ。ゆっくり音楽解説始まるよ。もう秋か、一年あっという間だな。こうしてる間にも若さは失われ、ミュージシャンの夢が遠のいていくよ。やめろ、演技でもない。俺たちはミュージシャンに絶対になる。我々きっと音楽的センスなんて持ち合わせてないんだよ。マリサ、この俺が才能のないボンクラだっていうのか？そうだっぺ。自分の才能のなさを認めるんだって。ちっくしょう、こんな奴にコケにされて悔しい。うわぁ、霊夢がだんだん壊れていくよ。どうしたもやしでも食いすぎたか？そんなくだらない冗談はいいから霊夢を止めてくれー。うわぁ霊夢、音楽話を邪魔する奴には静かに眠ってもらうっぺ。ギリギリ。今回はネット界隈の敵である小山田圭吾の話をしていこうと思う。ネットニュース読んだけど、行いがゲスすぎて吐き気がするな。お主のゲスっぷりも大概だがな。締められたいのか、カス。確か渋谷系のミュージシャンだよね。私たちリアルタイムじゃないから、どういう音楽かピンとこないんだよね。では、彼の経歴から話していこう。おなしゃす。小山田圭吾は1969年、の和田博士とマヒナスターズの三原さとしの長男として東京に生まれる。確かビートたけしが顔面マヒナスターズってギャグにしてたっけ？人のネタ取るのやめてもらっていいですか？まあいいや。ちなみに親戚には有名人がたくさんいるぞ。その中で知ってそうな有名人としては小山田のハトコに当たるベンチャーキャピタリスト伊藤丈一がいるぞ。ああこの人、ジェフリー・エプスタインからお金もらってなかったっけ？まあ、ジェフリー・エプスタインと伊藤豊はじめとの関係については小山田は何一つ絡んでないからここでは述べない。各自でググっておいてくれ。話を戻そう。小山田は和光中学校時代の同級生だった小沢健こと小沢健二らとロリポップソニックを結成し、デビューの際にフリッパーズギターと改名される。当時は5人組バンドだったが、セカンドアルバムカメラトークからは小沢との2人体制になったぞ。彼らの音楽性は、アズテックカメラやヘアカット100などのいわゆるネオアコ系の洋楽の影響を受けていて、カルト的な人気を誇っていたぞ。試しにカメラトーク聞いてみたけど、1曲目はなんか聞いたことあるぞ。結構いろんなところでタイアップされてるな。サードアルバムのヘッド博士の世界等は打って変わって、サイケ感がすごいね。プライマルスクリームやマイブラッディバレンタインなどの当時のイギリスのレイブカルチャーや、シューゲイザーを取り入れた幻音のするようなサウンドが特徴的なんだな。ちなみにシューゲイザーって？シューゲイザーとは、ギターノイズとエフェクターを使用した浮遊感のあるサウンドが特徴的なオルタナティブロックの一ジャンルのことだ。これも後々取り上げていくぞ。その後、フリッパーズギターはどうしたんだ？結論から言うと解散した。ライブ開催直前に、ライブやる前に解散したらダメじゃない？そうだな。チケット販売を開始したばかりでの解散に、案の定、世間からは無責任だと相当叩かれたそうだ。もしネットがあった時代だったら大炎上不可避だったな。せめて、ライブ終了まで我慢すればよかったのに。そのことについて、小山田は後日、こう言っている。フリッパーズは突然辞めちゃったんで、当時、新聞に叩かれたり、みんなに迷惑かけました。何か一つ理由があったわけじゃなく、もうお互い、そういう感じになってたんです、きっと。やめよ、かみたいな感じだったと思います。なんかすごくふわっとしてるよね。本当に無責任なのかはともかく、そう取られても仕方ないよねというか。まあこういうのも彼らのキャラクターだからファンはそれを承知の上で応援してたとは思うけどね。小山田はこの後、2年間のブランクを経て、ソロプロジェクトのコーネリアスとして活動再開した。彼の初期の音楽はフリッパーズギターの影響が色濃いが、次第にプロツールズなどの DAW を使った打ち込み系が中心とした様々なジャンルやリズムを融合した複雑なサウンドに変遷していくぞ。例えば、1997年にリリースされたファンタスマは実験的なアルバムで海外で評価されているし、2000年代以降になるとポイントでミニマリズムとアコースティックを活かした曲作り、そして2006年にそれをさらに発展させたのがアルバムセンシュアスだ。ポイントは前衛音楽って感じだよね。
ひたすらライトとレフトを繰り返しているあたりとか、フリッパーズギターの時の面影がないというか、まったく。これの良さがわからないとは君たちはガンマラカンツスキトデルモガンマルスロリカトバイカレンシスイカだ。意味不明すぎて草も生えねえぜ。ここまで長いと不思議と侮辱された感じがしない。それだけではない。小山田の MV を集めた映像作品集選手アラウンド B サイズが、アメリカ第51回グラミー賞最優秀サラウンドサウンドアルバム賞にノミネートされたり、アルバムが海外で評価されたことによって、様々なアーティストのツアーに参加したり、楽曲のリミックスを手掛けたりしたぞ。そんな彼も大きな爆弾を抱えていた。戦術したいじめ問題だ。実はオリンピックの開会式の件以前からネット界隈では話題になっていた。ここからは彼が言ったとされるいじめの具体例を挙げていく。かなり不快な内容なので視聴は自己責任でお願いする。まずロキノンジャパン1994年1月号のインタビューでは、他の学生に対して排泄物を食べさせる G 行為を強要する等のいじめに参加していたと回想していた。小山田本人は結構今考えるとほんとすっごいひどいことしてたわ。この場を借りてお詫びします笑い。そしてクイックジャパン第3号1995年発行のインタビューでは、小学校時代、同級生の障害者生徒に段ボール箱や飛び箱などに閉じ込めるマットレスでぐるぐる巻きにするなどのいじめを語っていた。この記事はいじめ加害者と被害者の対談として企画され、ロキノンジャパンでいじめ発言を行っていた小山田が題材となったが、被害者全員から対談を拒否されたためインタビュー記事となっていた。そりゃそうだろ。嫌悪感がマジで止まらない。これをなぜ平気で言える神経もわからない。被害者も一生のトラウマだろうな。補足しておくと、彼のいじめ話は誇張されていて、実際はいじめをしていなかった可能性がある。ある週刊誌でいじめ話は持っているという元同級生の証言もある。どういうこと？問題のインタビューが行われた90年代当時の流行に鬼畜系というのがあって、一般人にはグロテスクで悪趣味でナンセンスに感じられることを称賛する風潮があったんだ。だから実際にはやってないいじめや犯罪を誇張して自慢するのがかっこいいとされていたぞ。それにしたって悪趣味だし、キモい。百歩譲って、時代だから致し方ない部分はあるけど、いじめは1ミリも肯定されることはないよね。一方で、小山田が所属しているメタ5のメンバーである権藤智彦が、偉いよ小山田くん。受け止める。いい音出してこうむしろ炎上なんかれいくらえ。という発言がいじめ内容を想起させるとして、案の定炎上した。後に謝罪に追い込まれたぞ。仲間だからかばいたくなるのはわかるけど、SNS で堂々というのは自殺行為よ。ネットの力舐めすぎだぜ。一方で、ネット世界で生きている我々にも課題はある。音楽ジャーナリストの沢田太陽は自身の乗手で、実際の記事の内容を読んでみると、SNS やネット記事で書かれていることとはだいぶ印象が違う。小山田は無実だというつもりはないが、一度原文を読んで判断してほしいと呼びかけているぞ。全文読まないで、早とちりなコメントをしてしまうことって結構あるよね。でも、やったかやってないにせよ、あんな胸クソ悪い話を聞いたら、今更彼の曲を聴きたいとは思わんな。アスカやマッキーもそうだけど、才能と行いは必ずしも比例するわけじゃないから悩ましいところだな。彼が反省してるかどうかは、この後の彼の行動を見てみるほかないよね。まあ、他人の過去の行いをほじくり返すのはどうなのかという意見もあるが、最近の学校や職場のいじめ問題を減らすためにも、いじめは許さないという強いメッセージは必要だと思うんだ。ハゲドウ。そんな小山田は今年のフジロックフェスにメタ5のメンバーとして出演する予定だったけど、急遽外されて代役が出演することになった。当然そうなるよね。だけど、小山田の代役として出演した相対性理論のギタリスト永井誠一がライブ中に持っていた1964フェンダームスタングは、小山田が愛用していたギターで、ファンの間では話題になっていた。一部にはギターは小山田じゃないとダメだという声もある。あれだけ鬼畜なことしていても一部のファンに愛されるって、さすがは天才だよね。社会的制裁はそれだけにとどまらず、
NHK の教育テレビで放送されていたデザイナーやジャパングルは小山田が楽曲を提供していたということもあって、放送中止になった。この時 NHK 側は、2011年と2017年に小山田の過去のいじめに関する問い合わせがあったことを明かしていて、小山田の所属事務所から本人が反省していると聞いたので、番組の音楽担当に起用したそうだ。それで許されたと勘違いしたのかもしれないな。少なくともオリンピックの人選にはふさわしくはないよね。もし、選ばれてなかったらここまでいじめ問題が炎上することもなかったかもね。そういえばついこないだ、小山田が週刊文集オンラインで自身のいじめについて釈明している記事があったぞ。内容としてはかつて自分が言ってたいじめ内容の中には実際にはやっていないものもある。今までの自分のイメージを覆したかったので、わざとやってないいじめを喋って話を持っていた。とある?しかし、ネットでは反省していないただの言い訳など否定的な声が多数上がっているそうだ。もう何を言ってもイメージ回復は難しそうだな。しかも彼の SNS での謝罪文に関して教授こと坂本雄一が、読みながら少し泣けてしまった。なかなかこれほど真摯な文章は書けるものじゃない。よほど自分の心の中を曇りなく隅々まで見ないととコメントしていた。なんで炎上するのわかってるのにわざわざ擁護なんてするんだろうな。そんなことは当人もわかっていることだろう。身内擁護だと叩かれたとしても、坂本がこういうコメントを出すのは音楽仲間としての彼なりの思いがあるからだろう。今後は表だった活動はできないとは思うが、どうなるかは彼の行動次第だぞ。また一日が終わってしまったね。やっぱ俺才能がないのかな。そんなことはないよ。きっと霊夢を認めてくれる人現れるよ。マリサ。むしゃむしゃ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 。チャンネル登録よろしくね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 。案外尺長いよね、これ。とにかくひもじいのでどうかチャンネル登録を。そんな生々しいこと言っちゃダメじゃねえか。しょうがないな、おいらが最後に何か言うっぺ。おなしゃす。じゃあ。